鳥初石川純也堂々たる三走優勝。そしてその対戦相手は最後ギリギリというところで残りました。16位に食い込んだ日比野哲也の対戦からということになります。マナンバー46末永雅雄、三走順位は第8位。その対戦相手はカナンバー69秋葉流星です。ここも楽しみやね。3走順位は第9位というところで秋葉流星若手が残りました。このオートポリスで活躍した2人と言ってもいいでしょう。オートポリスで12勝目を挙げたベテラン末永雅雄、そして秋葉流星はオートポリスで初めて決勝戦まで駒を進めた。まだまだ若手の中で本当に今シーズンはさらなる上を狙いたいというところ、そしてオートポリスで言いました。もう3組目大変な対戦ということになりました。3号順位第4位カーナンバー31そばぎり光大、そしてその対戦相手は3号順位13位カーナンバー99中村直樹。これシリーズないとないですか。現在ランキング1位と2位の対決が。マシンの状態がどうなるか、この辺りはまだまだ未知。単走の13位という成績は本来の中村直樹の走りではありませんでした。こういったところを追走でさらにまたマシンを良くして、はい、なんとかセッティングしてこれ臨んでくるのか、そして自らこの若手そばぎり光大を叩き潰していくのかどうか。この戦いはちょっと楽しみですよ。大きな今シーズンをかけるチャンピオンをかけます。青いマシンから見えてきた単の順位第5位カーナンバー77松山北斗。その対戦相手は単走順位12位カーナンバー29斉藤裕二です。もちろん初の対戦ということになります。そして松山北斗、とにかくここまずは斉藤に勝って次にランキング上位の2人どちらかとの対戦というところしかもう考えていないでしょう。そこを破ってくればこの松山北斗にとっても。続いて5組目の対戦ということになります。5組目の対戦、今見えてきた赤いマシン単走順位久々上位第2位で通過カーナンバー52北岡祐介。そしてその対戦相手はなんと後輩と言っていいでしょう。単走順位15位ルーキーカナンバー93加納博樹なんです。ここまで残るのも立派でしょ、はい、うん、埼玉でのやはりもう先輩後輩同士指定関係。6組目今赤いマシンを前に、そしてその後ろ黄色いマシンがいますがこれだと出れませんね多分ね。前に立ちくださがる、いやいやいいんですけど、まあ、あの前に立ちくださがれたから出れねえなと思ったんですが、さあ登場してまいります。6組目の対戦ということになります。単走順位は第7位カーナンバーに田中誠美です。そしてその対戦相手は単走順位第10位カーナンバー11村上充。さあここは田中誠美村上充この S1 号とそして26なんですが田中誠美現在ランキング第3位。もちろんこの中村直樹小萩井光大松山北斗あたりこういったところがどう。7組目の対戦ということになります。7組目の対戦が今入ってきました。さあここもチャンピオンに関係のある戦いから担当順位は第3位カーナンバー66藤野秀幸です。そしてその対戦相手は担当順位第14位カーナンバー51岩井輝芳だ。さあ藤野対岩井輝芳
藤野秀幸としては現在ランキング5位というところ、十分にその点数差近いところもあって、このラウンドラインの結果次第では、はい、もう全然ひっくり返すところにいる。8組目単走順位第6位、カーナンバー79メクワ浩二郎、そしてその対戦相手は単走順位第11位カーナンバー7松井幸雄の対戦ということになりました。メクワ対松井、スピード感のある2人の対決ということになりますが、今のところメクワも松井も今シーズンはちょっと低調というところもあります。メクワにとっては今シーズン初めて導入したこの EQDBMW、このマシンのセッティングがなかなか進みませんでした。そしてこれは松井幸雄も同じ、実はこのマシン新たにホールオーター